大坪健一は、日本の農学者。新潟薬科大学応用生命科学部教授、穀物研究ユニット長、中国天津農学院客座教員。1951年1月9日、大分県中津市の出身。1974年3月、東京大学理学部生物科学科を卒業。1981年、農林水産省に入場し、 食品総合研究所に配属。1989年、農学博士。1990年4月、北陸農業試験場前品質評価研究室長。1993年4月、食品総合研究所国類特性研究室長。1997年、PCR 法による米の DNA、品種判別技術を開発。その後、 2007年までに、米飯、餅、清酒などの加工品を資料とする原料米、判別技術を開発。2004年4月、お茶の水女子大学大学院客員教授を閉任。東京農業大学客員教授を閉任。2005年3月25日、コカ年度特性に基づく米の利用適正評価装置の開発。2006年、 食品総合研究所食品素材部長をついで、食品素材科学研究領域長。2008年4月、新潟大学大学院自然科学研究科教授。2010年、中国天津農学院客座教授。2011年、新潟大学山岳地域連携推進センター長。2016年、新潟薬科大学応用生命科学部教授。 2017年12月29日、認知症の予防効果が期待できる米を、越後ご製菓と共同開発。ありがとうございます。